ジャフグランプリは日本で開催される自動車レース大会である。国内自動車レース例明期においては自動車メーカーが参加するスポーツカーレースが人気となる一方、フォーミュラカーレースの普及は遅れていた。フォーミュラレースの進行及び F1 グランプリ誘致への基礎として1969年に日本自動車連盟主催のジャフグランプリが始まった。国内では 日本グランプリに次ぐ格式のイベントとされ、例年日本グランプリが行われる5月初旬に開催された。以後、ジャフグランプリと日本グランプリは春と秋の2大レースイベントとなった。当初は参加台数確保のためエンジン排気量の異なるマシンが混走するフォーミュラリブレとして行われ、オセアニアのタスマンシリーズからも出場者を招いた。第一回はメインレースよりもむしろ 日産、スカイライン GT-R のデビュー戦となるサポートレースの方が注目を集めた。1970年には、会一王者のジャッキー・スチュワートが来日参戦して優勝。レース前には、イクザワト沢徹の選手宣誓拒否宣言騒動が起きた。1971年は突然中止となり、続く2年間も開催されなかった。1974年から全日本海に戦。 選手権の一戦として再開。以後全日本海に選手権の時代にかけて、国内トップフォーミュラのビッグタイトルとされ、高原隆武星野和義、中島悟らが優勝者に名を連ねた。1978年には、ベテランの高橋国光が優勝し、無冠の帝王の名を返上した。1977年から1979年までは、 春のジャフ富士グランプリ、秋のジャフス鈴鹿グランプリという年間に大会方式で開催。1979年から1982年までは、会2とフォーミュラパシフィックのダブルタイトル方式で行われた。1977年以降休眠状態だった日本グランプリが1987年に会1レースとして復活すると、 ジャフグランプリの位置づけも変更された。1987年は代わりに全日本海3000選手権のスーパーファイナルラウンドイン鈴鹿が開催され、1988年から全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権の富士500マイルや富士1000キロメートルに関された後、1990年をもって一旦終了した。2010年から2013年にかけて、 シーズン終了後のイベントレースとしてジャフグランプリ富士スプリントカップが開催された。2014年よりスーパーフォーミュラ最終戦にジャフ鈴鹿グランプリの冠が再びかけられることになった。2017年は台風21号の接近により決勝日のスケジュールがすべてキャンセルされポイントランキング首位だった石浦博明の年間チャンピオン獲得が決定した。 2010年の富士スプリントカップ GT500 クラスのレース一をオープニングラップ2010年より20年の空白期間を経てジャフグランプリが復活。シーズンカレンダー終了後のノンチャンピオンシップレースとして富士スピードウェイを舞台にフォーミュラ日本スーパーフォーミュラとスーパー GT の3日間同時開催で行われることになった。正式名称は ジャフグランプリスーパー GT& フォーミュラ日本富士スプリントカップ。運営は、それぞれのイベントの運営母体と富士スピードウェイが協力していっていた。2013年まで開催された。通常の選手権レースとは異なる、様々な新規軸が盛り込まれている。2010年2011年2012年2013年 FNSF 編集スーパー GT。 編集スーパー GT、編集レジェンドカップ、編集総合優勝者、編集。ありがとうございます。